私は朝日先輩です。今日は来年小学生になる銀太くんにあるミッションをしてもらいます。ただいま。おかえり。何してんの？これ誰？銀くん知らない。この人は朝日先輩です。私は朝日先輩です。何しに来たの？遊びに来たのか？どっちが？何してんの銀くん。ちゃんと消毒はするよ。はい、じゃあ朝日先輩から説明があるのでよく聞いてください。はい。の道に10個のミッションがあるからクリアしてゴールまでたどり着いてください。はい。これは何なの？この白いところに書いてあるのがミッションだから、ミッションが来たらそこに止まってミッションをしてください。朝日先輩が教えてくれます。はい、じゃあまずランドセルをからってください。よし。はい、はい、それじゃあよーいスタート。時間ある？ないよ。ないよ。はい、じゃあまず1問目朝起きたら何をする？もう一回寝る。顔を洗う。顔を洗う。ピンポーン。次は何をする？着替える。テレビを見る。着替える。ピンポーン。次は何をする？ご飯を食べる。おもちゃで遊ぶ。ご飯を食べる。ピンポーン。全問正解。はい、じゃあ次へ進んでどうぞ。これは何なの？先生。お、先生、先輩だよ。曜日を覚えよう、はい、どこが学校に行く日でしょう？知ってるよ。ここだけではありません。1週間は7日あって、学校に行く日は月曜日から金曜日までです。はい。わかりましたか？はい。月ってここでしょ？はい。月、火、水、木。違うでしょ。違うでしょ。金曜日でしょ。月、火、水、木、金。土。おお。土曜日の次は？何日でしょう？水曜日。違う。金曜日。違う。にゃー。はい。はい。日曜日。ピンポーン。クリアかな？はい。じゃあ次のミッション。時間をわかるかな？おお、読めたね。時間わかるかな？知ってる。今の時間は何でしょう？わからない。時本？違う。時本って。なわけない。短い針が何時です。長い針が何分。この数字何？50分。正解。2時50分だね、りんくん。はい、分かった。はい、はい、じゃあミッションクリア。はい、次。ダメなもん。ダメなものは何？クイズ。学校に持って行ったらいけないものが3つあります。何でしょう？はい。ブブピンポーン。これピンポーン。ピンブブこれブブブブ当てずっぽうだ。ブブこれブブピンポーン。ミッションクリア。ひらがなを書いてみよう。はい、じゃあこれをどうぞ。あ、わかった。これをなぞってください。ピカチュウ。違う。ピカチュウ。ピカチュウ。ピンポン。リザードン。ルギア。ルカリオ。ファイヤー、はい、ピンポン。ファイヤー。上手じゃんね。ちっちゃい湯のことをチュとか。先輩どうですか、銀のひらがなは。ちょっとふにゃふにゃだけどいいんじゃない。やや、ふにゃふにゃしすぎ。やや、ヨボヨボになっちゃった、はい、はい、次のミッション。お箸の練習。じゃあまず、うん、お箸の持ち方はわかりますか？はい。給食はお箸ですからね。じゃあ練習してください。はい。頑張れ。掴む練習。おお。もうできた。おお。いいぞ。ロー。上手じゃん。あれ？逃げた。捕まりたくないよ。あ、やめて。
に捕まれた。はい、じゃあクリア。次クリアですね。うぅ、畳んで匂う。え、何をするカッカッカだって。まずここを折ります。こうしてね、綺麗にね、ね丸をしなくていい。で、反対側も一緒からここに折って、で、完成。はい、キン、ヘセン、いった。おー、綺麗。はい、じゃあ、あとズボン。あの、保育園から教えてもらった。そうなんだ。か、はい、ピンポーン。ズボンは上手なんだ。うん。はい、じゃあここに置いていきましょう。何匹いるかな。これは数の勉強です。ここをめくってください。いきますよ、せーの。何匹いるか。じゃあ数えたポケモンはアチャピの方に渡してください。リンくんが自分で数える。やる気あるのかな。はい、数えよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。え？突然10に飛びましたけど。数えて数えて。これが何個あるかです。はい、1、2、3、4、10。ピンポーン。銀太くんはまずチューインガムを10個持っていました。5個お友達にあげました。銀太くんが持っているチューインガムは何個あるでしょう。1、2、3、4、5、5個。ピンポーン。はい、じゃあまず回して。すごいじゃん、銀。もう一問よ。銀太くんはチューインガムを10個持っていました。それで家族みんなに1個ずつ配りました。残りは何個でしょう。家族は何人いる。1、2、3、4、5、6。ピンポン。じゃあちゃんと数えて。1、2、3、4、5、6。はい、その分を引いて。ピンポン。じゃあこれ数えて。1、2、3、4。ピンポーン。正解。おー、引き算できたじゃん、ギ。1個食べよう。あれ1個食べよう。バブバブ、イエーイ、ゴール。ゴール、イエーイ。ピカ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 。ゴールしたねって言ってな。ピカピカピカ。あ、ランドセルを開けてって言ってる。ピカピカ。ちょっと待ってね。ん？あれ？あ、モンスターボール開けた。あと、銀太くんおめでとう、プレゼントゲット。おお。じゃあピカチュウが持ってきてくれるって。ピカ、うん、どうぞ。ありがとう、ピカチュウ。何かな、銀。ランドセルだ。ランドセルだよ、銀くん。もう小学校思うから。そうだよ、まだ保育園だけど4月から小学生でしょ。で、銀くん今日ね、いっぱいミッションこなしてね、もう立派な1年生になれるからね、うん、ランドセルがもらえました。飾ってみる。いや、いいや。え、なんで。なんで、重いもん。重いもんって、これ毎日飾っていかなきゃいけないんだよ。銀くん、このランドセルよく見て。
ピカチュウ。これね、ポケモンのランドセルなの。ばあちゃんからのプレゼントです。ほら、見て、中も。え、おぉ、チャラーン、リングセットも入ってます。それは、色鉛筆ね。筆箱とか鉛筆とか、キャップ、のり、消しゴム、文具セット。ありがとう。はい、かっこいい。おー、いいね。かっこいいじゃん、ぎんくん。どう、そんな重くない？踊ってる。モンスターボールのね、なんかあの星型みたいのがついてて、ピカチュウがついてます。青のパイピンカラーがついてて、中はかわいいのピカチュウのね、柄がついてて、ここにもね、ポケットモンスターが入ってますね。まだ、かっこいいや、ニンくん。今日は銀太が1年生になれるミッションをしました。ニンくん、どうだった？めっちゃ楽しかった。楽しかった？難しいところはありました か？ポケットあの、カレンダー、あの難しい。予備を覚えないとね。時計はね、また1年生になってからもお勉強するからね。今から？1年生になってからまたお勉強するからね。その時に覚えてもいいよ。はい、じゃあバイバイ。また見てね。また見てね。かっこいい1年生になってね。ピカピカ。みんなもかっこいい1年生になってね。ピカピカ。